藤田伝三郎、藤田伝三郎、藤田伝三郎、1841年7月3日、天保12年5月15日から1912年3月30日は、日本の実業家。明治時代の大阪財界の重鎮で、藤田財閥の創立者である。建設、土木、鉱山、電鉄、電力開発、金融、宝石、新聞、などの経営を手掛け、 今日の多くの名門企業の前身を築いた。また有能な経営者を多数育て、美術品の収集家、事前事業家、好き者としても名高い。ごう公説と称す。藤田組の創始者。男爵、民間人で初めての男爵。現在の山口県萩市出身。元木平太子。長男は藤田平太郎。次男は藤田徳次郎。三男は 藤田彦三郎。老いに、田村一郎、久原房之助。長州藩、萩、原山口県萩市の酒屋の四男に生まれた。家業は醸造業のほか、藩の下級武士に有志を行う家屋を建営していた。幕末の動乱期に、高杉晋作に指示して、騎兵隊に当時、木戸孝義、山田昭義、井上薫、山形有友らと交友関係を結び、 この人脈が後に、藤田が政章として活躍する素因となった。明治2年、1869年、長州藩が陸運局を廃止して、大砲、小銃、砲弾、銃弾などを払い下げたとき、藤田はこれらを一手に引き受け、大阪に搬送して、距離を得た。同年、大阪に出て、革靴の製造からスタートし、建設業に手を広げた藤田は、明治10年、 1877年の西南戦争で陸軍に、被服、食料、機械、軍火を納入、妊婦の圧戦までして、三井、三菱と並ぶ利益を上げた。明治11年、1878年12月に、各府県から政府に納められた国庫金の中からが暗殺が発見され、政府内は、騒然となった。やがて明治12年、 1879年9月15日、ドイツ滞在中の井上薫と組んで、現地で眼札を製造して密かに持ち込んで、会社の資金にしようと企てたという疑惑によって、藤田の会社に家宅捜索が入り、藤田は中野青桐一、藤田達之助、藤田四太郎、新山洋次、佐伯誠一郎、河野誠介、入江助ら7名と共に降印され、10月16日に、 東京に移送される、藤田組、岩殺事件。しかし12月20日、何ら証拠がなく無罪方面となり、3年後の明治15年、1882年9月20日、神奈川県愛好群中津村の石剣が加工、熊坂町案から2円紙幣の岩殺、2000枚、講師815枚と用紙及びすり器具が押収され、冤罪が晴れた。なぜ濡れ衣を着せられたのか 一つにはまず、長州人脈を頼りに、若くして大金持ちになったのを妬まれたことがあった。もう一つは、背後に薩摩と長州の勢力争いがあった。薩摩川は、西郷隆盛の戦士や大久保と市道の暗殺と、次々に有力者を失い、長州に押されていた。そこで、薩摩閥が支配していた内務省警視局を動かして、 長州系の大物の不正を暴く戦術が練られた。これより前に、長州罰の山形有友が、清少、山城やバスケの汚職事件に連座したとして、危うく政治生命を失いかけたことがあった。暗札に関する密告情報を得た、警視局が、井上薫と伝三郎を追い落とす、同様の後期であった。井上は、明治六年、1873年、 大倉大輔の時にオサ、サー山、秋田県に関連して、当時の山口県三次、知事、中野青桐一と結託して、不正を働いたとして追及され、一時政界を追われた。その中野も当時の藤田伝三郎商社の共同経営者で、やはり眼殺事件で、検挙されているため、井上、中野、藤田の三人は黒い糸で繋がっているとの見方があった。 その見方を世間に定着させることになったのは、この事件の直後から主として、反発政治に批判的で、自由民権運動に共感する、講談師たちが語り始めた、藤田の伝記だった。この伝記は拒実取り混ぜた内容だったが、藤田は自身の主義として、一切抗議も弁明もしなかったから、事実としてまかり通ることになってしまった。 岩殺事件の直後は、陸軍や大阪府からの発注が途絶え、苦境に立たされた。しかし、明治14年、1881年、それまでの藤田伝三郎商社を藤田組に組織、返して、再出発を図った。藤田組は、鉄道建設をはじめ、大阪の五大橋の河橋琵琶湖疎水などの工事を受け負い、建設業で躍進するとともに、明治16年、 1883年には、大阪宝石、東洋宝の前身を立ち上げ、宝石業にも進出した。さらに、明治17年、1884年、小坂鉱山、秋田県の払い下げを受けると、技術革新に力を入れ、明治30年代後半には、銀と銅の生産で、日本有数の鉱山に成長させた。その他、半海鉄道、南海電鉄の前身 西洋鉄道、国鉄に九州、宇治川、電気、関西電力の前進、北浜銀行、あとに三和銀行などの創設に指導的役割を果たした。毎日新聞も行き詰まった大阪日報藤田が大阪財界人に呼びかけ大阪毎日新聞として再興した。このように多角的事業経営に乗り出し財閥を形成していった。特筆すべきは 小島湾の干拓事業である。この計画は、岡山藩の時代からあり、一部着工されていた。明治になって、旧藩士たちが工事を進めようとしたが、資金難から藤田を頼ってきた。再三の見通しは持てなかったが、大掛かりな国土創生計画に夢を感じ引き受けた。このあたりは、清少という世間の表を超えたスケールの大きさである。干拓事業は、明治十七年に、 出願、5年後の明治22年、1889年に認可されたが、地元の反対運動、不況、大洪水などあり着工したのは、認可から10年後の明治32年、1899年となった。全部で5500丁部の広大な海を7区に分けて、埋め立て、第1区から5区までは、藤匠の単独志向で、昭和25年。 1950年に完成した。第6区は、藤田組との林賞と農地開発営団が手掛け、全部が完成したのは、昭和38年、1963年で、若光以来実に65年の歳月がかかったことになる。この功績によって、第2区を中心とした、干拓地に作られた村には、藤田の地名が付けられた。これは後に道村が、 岡山市に合併された後も地区名として残されている。そのため岡山市域においては、藤田伝三郎といえば、藤田村を作り上げた人と小学校の社会の授業の地域史にて教えられることが多く、岡山出身者には前述の功績、事件を知らずとも何を置いても、その点で地域に準じた大いなる偉人として認知されている。大阪の在界活動に、 それなりの足跡を残した。特に揉め事の調停役として力を発揮した。大阪商法会議所、商工会議所の設立では発起人となり、明治18年、1885年、5代、友厚の後の第2代会頭となった。明治20年、1887年には、大阪商品取引所の初代理事長となっている。明治35年、1902年の大阪市と、 大阪ガスの道路の使用量をめぐる紛争の調停や南海鉄道と何和電車の対立の調停にもあたり、両者を合併させた。日常の生活ぶりを人は老常主義と評した。新聞や雑誌に書くこともインタビューも受けなかった。写真を撮られることが大嫌いで五十歳頃の写真が数枚残るだけという、会社にもあまり出社せず在会のパーティーも敬遠した。 しかし自宅を訪れる人にはこまめに愛よく話を聞いた。藤田邸には講師の来客が絶えなかった。藤田は一旦適任者と判断して仕事を任せると疑うことはなかった。三井物産、三井銀行を経て北浜銀行に呼ばれた岩下清鹿は荒馬として有名で三井の総帥、中見川彦次郎でさえてこずったどだった。毎日新聞を 全国紙に育てた元山彦一も時事新報から藤田組に引き抜かれた。小島湾管宅事業で手腕を発揮した後毎日、新聞に移り、さらに飛躍した。戦前、戦後の政界で、怪物の異名を取った久原久之助は、藤田の実の甥いである。森村組にいたのを藤田に呼ばれ、小坂鉱山に赴任、新技術を導入して、 藤田組の経営立て直しに功があった。久原は藤田組の支配人にまで上り詰めた後に独立。一時は久原財閥を形成するほどの勢いだった。第一次大戦後の不況で行き詰まり、経営を義兄の相川義助に譲って政界入りした。藤田は明治四十四年、1911年8月25日に民間人で、 初めて男爵に除されたが、それは、桂太郎と岩下清下の協力の賜物であった。藤田が集めた美術品は、藤田コレクションとして名高い、大阪市宮古島久保島町の旧、藤田屋敷跡にある、藤田美術館には、藤田と息子平太郎と徳次郎が集めた、国宝9点、重要文化財51点を含む、数千点が収納されている。 富士田の大阪本店は、大公園、東京別邸は、椿山荘、箱根別邸は、箱根小脇園、京都別邸は、ホテル富士田京都に衣替えし、富士田観光が経営する。美術品収集だけでなく、事前事業や学校教育のための寄付に励み、自身は金々都市空間から大富豪になったので、不者の楽しみと貧困の味をよく知っていると語っていた。また、 日本女子大学の科学館、慶応義塾大学の旧図書館の建設や、早稲田大学の理工学部の創設などには、藤田からの多額の寄付が充てられた。なお、藤田が、明治18年の淀川洪水によって、被害を受けた、大長寺ら、後に移転の敷地を買い取って建てた大阪本阿網島御殿の土地は、戦後に分割されて藤田美術館、大公園のほか、 藤田屋敷跡公園、大阪市交換になっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。